雨でコンディション良くないですけども、ウィルソンズワイルド後半やってみましょうかね。じゃあ昨日どこまでやったのか、忘れました。3段目の終わりから2小節目からやってみましょう。最後の小節からアルペジオになりますね。ここで気をつけなければいけないのは5段目の1小節目ですね。5段目の1小節目を弾くと、Cレシというのがあります。それまで、3つのアルペジオ全部同じ弦で2つの音を出すのがやってないわけですね、アルペジオですから。ところが C レシ、C とレをどっちも2弦でやりますとこうなります。これではアルペジオではないですね。ですからこの C の音を3弦で作ります。そしてレを2弦で、そうするとアルペジオになります。この形はこの曲だけではなくしょっちゅう出てきますね。 C レシという和音が出てくるときには、それがアルペジオであれば必ず複数の弦を使って、まあ、ローポジションの場合には3弦と2弦を使って、アルペジオになるようにしなければいけません。そうしないと統一性がない。ここだけ変な感じがしますね。じゃあアルペジオのところを続けて先に弾いていってみます。というのはとても大事なことで、同じパターンのところは同じパターンにする、アルペジオのところはアルペジオにする、音階のところは音階にする、それから音色も、理由がなければ同じ音色である。逆に変化を持たせないときにはそこの音色を変える、パターンを変える、そういうことをやるわけです。滑らかさを変える、スタッカートとレガートを使い分ける、そういうことが音楽には要求されていきますし、許されているんだろうということができるというふうに思います。で今日はこれくらいにして、明日ウィルソンとワイルドで曲を作ると思います。